皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もね、デッドスペース30分ぐらいお付き合いいただければと思います。でね、これ設定のあの照準の感度ですね、あれいじってもコントローラーには一切影響がねありませんでした。最低にしようが最高にしようがマウスだけっていう感じですね。でね、前回はあの敵にねステーシスを当て忘れたんで、敵に今回はねステーシス一発当てていきたいなというふうに思って、あ、間違えた、間違えて回復アイテム使っちゃった。 X ボタンがね回復っていうちょっとなんか特殊な設計になってるもんでね、ついつい使っちゃうんですよね。後ろでなんか怖い音がしたと思ったらそこにいた。こうですね、こういう感じで、今みたいな感じで敵をね、スローモーション状態に落とし入れることができます。でアイテムは特に落ちてない。これね、あそこに、これね実はなんですけど、ここにね落ちてるあの像がですね、なんかねペンとかいうアイテムなんですよ。であれちょっと特殊なアイテムというか、まあレアアイテム的な感じなんで、取れる時が来たら取っときます。で次どこ行く？この電車で、電車じゃないや、これアイザックが乗ってきた船ですね。待って、見えない、明るくて見えない。さあのっけからこれですよ。アイザックの乗ってきた船が爆発してしまったということはもう帰れないじゃんっていうね。さあどうすっぺこれで、さらに追加のおじさんたちがやってくる。なんか後ろから声が聞こえたような気がするんだよな。気のせいでしたね、幻聴でしたね。無事かアイザック、一体何があった？あんたのせいよハモンド、もうおしまいだわ。It's no good. There's an executive lockdown of all primary systems. Without the captain's authorization, I can't access them. Well, where's the captain? 艦長はどこにいる？ Here he is. Captain Benjamin Mathias. Benjamin Mathias. 状態死亡。Medlab. Status? Deceased. What? How? I can't access that information. Find the captain and you'll find his rig.With his authorization codes, I can crack this computer wide open. Damn it. Isaac, I'm sending the tram back to your location. Get to the medical deck and find that rig as fast as you can. What was that? さあ、あっちにもネクロモーフの襲撃が。そったらどこだ？こっちですね。いやでもこのね、冒頭からこの息つかせない展開の連続っていうのは非常に正解ですよね。暗いんだよ。これでもプレイヤーはね一気に引き込まれますから。ちょっと待って、アイテム確認していきましょう。こんな感じですね。弾50発以上あるんでまあ大丈夫か。でまっすぐ、ここ何？ここもトイレ。ただ、これね、確か全回復系のあれじゃなかったかな？ 1 個使って、これ取っていきましょう。
こういうね、狭いとこで上から来たら嫌ですよね。宇宙空間のこういう、なんていうの、上下水道というか、汚水の処理ってどうしてんだろう。今日ね、まあ面白いニュースがあったんですけど、イギリスのね、王室で誰だっけ、なんかの王子のお子さんで、第二王女で、シャーロットっていうお子さんがね、お、ストアで新規武器アイテムを購入し、余分なアイテムを保管庫に預けましょう。はい。ちょっと待って、これ読めない。あなたのアイテム購入、売却、そして保管します。まあ、シャーロットっていうお子さんがですね、生まれたんですけど、インベントリですね。これ預けておこう。で、ステーシスパックね、ほぼいらないんで、売っていきます。で、これ武器ですね。今持ってるやつ。で、ストアで、新しい武器、ラインガン、パルスライフル、レベル2スーツ。あと、プラズマエナジー、弾ですね。医療パック、酸素管、ステーシス、あと、パワーノード。これも買えるんですね。とりあえず、スーツを買っておきましょう。まあ、シャーロットっていう第二王女がね、生まれたんですけど、日本でですね、大分市の高崎山か、高崎山自然動物園っていう動物園がね、あって、で、そこでね、ニホンザルの赤ちゃんが生まれたんですよ。で、これがちょっと強化された、なんか鉄板が新しくついたスーツね。でね、そこで生まれたお猿さんか、まあ動物はね、その年にあったイベントにちなんだ名前をつけるっていうしきたりがね、あるらしくて、でね、何を考えたかね、そのお猿さんにね、シャーロットっていう名前がつきましたっていうニュースがあったんですよ。これラインガン買っておきます。広範囲に放射されるスライサーと、あと次元式の地雷ですね。地雷はのサブウェポン的なところで、ラインガン買って、ラインガン入ってるね。よしよし。で、どうやって武器の切り替えするんだっけな。弾薬がつけた武器のアイコンは赤く表示される。武器の切り替えは十字キーですね。こうですね。左がラインガン。よしよし。こういう感じの、横にこう、ワイドなやつですね。でね、何を考えたかね、そのニホンザルの赤ちゃんにシャーロットっていう名前が、つきましたっていうニュースが、ベンチはまだないもんな。いいですね。そしたら、電車に乗って次のエリアに進んでいきましょう。このレールの感じもね、まあコピペなんですけど、すごい素敵ですよね。広さを感じさせる。あの、自分が過去にプレイしたネサンシーとかね、あと二瓶勉先生のブラムとか、あれに通ずる良さがありますね。で、チャプター1が完了と。で、進行保存しますか。はい。これですね、チャプター1、ニューアライバルズ、まあ、新しい来訪者っていうチャプター、これ、日本語化されてないんですけど、これね、理由があるんですよ。これね、追って解説していきます。これもね、すごいんですよね。で、まあ結局そのお猿さんね、あの抗議の電話がその後もう本当に殺到したらしく、結果取りやめになってましたね。大丈夫よ、マッコイ、私はここにいるわ。私、あなたのためにこれを取っておいたの。もう行ってもいい。行くっていうのはまああれですよね、死ぬっていう意味の。そしたら、キネシスモジュール。
キネシスをやるには LT でやったと B ボタンですね。こういう風に B ボタンで掴んで、で、撃つと。これね、ひどいのがね、さっきまでこの生きてたお姉さん、これもね、こう、ミンチにできるんですよね。ひどいゲームだな、これ。で、ここでこう、亡くなった方、これね、アイテム拾うこともできます、こういう風に。亡くなった方は安置していた。王族のね、名前を猿につけるのはあかんでしょうっていうふうに、誰でも思いますよね。しかも猿につけるっていうね、まあ、ちょっと嫌な話ですけど、やっぱ白人の中には日本人をね、イエローモンキーっていうふうに言う方もいらっしゃいますから。回路図を拾ってストアにアイテムを追加しましょう。で、これはその回路図ですね。火炎放射器。これ確かにインベントリを1マスそう圧迫するんで、これね、預けていきます。そこにストアがあるんで。で、スーツをアップグレードすると、持てるアイテムの数がね、増えるっていう作りになってます。これで火炎放射器が多分、だよね。で、これが追加になったと。ただね、正直言うとね、このゲーム、このプラズマライフルと、ラインガンさえあればほぼ大丈夫っていう感じの。お、びっくりした。ケンドラが消えた。艦長のリングコードを私のところに持ってくるんだ。looks like the crew barricaded the door to the emergency wing. We have to blow through it to get to the morgue.このバリケードをぶっ飛ばさないといけない。ここでこの爆弾をね、作るわけですね。テルミットボム。で、まずはこっち。こういう状況でね、分断されるって本当に。悲劇以外の何物でもないよ。で、プラズマエナジーが落ちてました。で、そうそう、これね、なんで開かないかっていうと、ロードされてるんですね、今の間に。セカンダリは LT プラス RB。これだとこういうふうに縦横ですね。この今みたいな、なんて言うんだろう、扉が開くまでにロードしておくっていう技術は、まあ最近のゲームとかにもちょいちょい応用されたりしてますね。ん、何の音？これ今のラインガンの弾ですね。5発でね、これね、行こうと思うと普通に通るとね、あのミンチになって死んじゃうんですよ。なもんで、ちゃんとステーシス、あれを使っていきましょう。これなんだ、これ。なんすかね、この謎の解剖図は。ブクブクに太った人間。どっち？ちょっと待って、明るくて見えないわ。こっちですね。しまった、バイオハザード。さあ、露骨に嫌な感じの音が。まだいる。待って、なんか現れた系の音がするんだよね。あ、待って、近くに出てきた。ラインガンでちょっと、まあ、どんなもんか見てみましょう。ラインガンでこういう感じですね。おい。
これかっこいいですよね。しかしラインガンとかプラズマカッター、もう終わりかな。ここに乗って下に行く。あー、でそこにいる、はい、つくばってるおっさんがいる。かってえなこいつ。こういうね、オブジェクトをバチコーンっていう風にぶつけることもできます。それほど確か火力は強く高くないはずだけど。でそっちか、こっちなんだけどロックされてるとなったら、行けるところに行くしかない。待って待って、何何の音、何何、そっか、あとは、はい、あ、近い、いや危なかったですね。でどこに行ってどこに行ってないのかね、ちょっと忘れちゃうんですよね、敵が出てくると。ここ、待って待って、目的地がそっちだよね。でこっちにまだ行ってないんで、ここに入っていく。音声ログ、映像ログ、I think that's precisely the point, Doctor. God's work. I'm not so sure. 神のなせる技だ。We have to assume that the colony の問題は何らかの形であのマーカーと関係していると。You can assume all you want to. I do not. The marker is glorious and divine. You know that. マーカーは輝かしく神聖なもの。Anyway, we'll have it on board tomorrow. You can analyze it all you want to. What are you so worried about? Worried?明日あれを船に乗せる予定。Is this madness the transformation unitology teaches us? Doctor Terence, there will always be risk when the stakes are high. And here, they're enormous. It could change everything. And that's what worries me. でキーワードとしてはですね、まずマーカーと呼ばれる、何かしらの物体があるっていうのが重要な情報として一つ。あとね、今ユニトロジーっていう名前が出てきたんですけども、あれがね、多分あれかな、なんか一つの宗教みたいな感じですね。でどうもその艦長とかお偉いさんが、ユニトロジーの会員っていう感じでしょうか。アメリカだとね、トム・クルーズとかが所属してた、サイエントロジーっていう新興宗教ね、ありましたけど、今もありますけど。行員たちが何か普通ではないものへと変化していく。これ日本語字幕モッドを作った方、すごいいい感じに翻訳されててくれて、これありがたいな。
で、一応セーブをね、していきましょう。セーブもね、早くていいですね。サクサク。あと、こういうね、なんていうの、電光掲示板というかポスター、こういうのがね、あるだけで、一気にこう生活感が出るんで、こういうの大事ですよね。さあここはね、赤ちゃんを管理しておくスペースなんですね。で、ネクロモーフ化した赤ちゃんが敵として襲ってくる。でそこに入っていかなきゃいけない。いらっしゃいませー。いらっしゃいましたけど、待って、あっ、近い近い近い。普通に蹴って殺しちゃったな。これここでこう人工的に赤ちゃんを作って、それで人工管理してるのかな。で、上ですね。でもね、この背景美術はね、すごいですね。赤ちゃん来た。おい、近いだろ。で、ね、こいつね、あの触手をですね、切るんですよ。こういう感じで触手を切ってあげる。敵ごとにね、ちゃんと倒し方がメリハリあってね、いいですよね。なんだこれ、脊髄かな。で、ここにノードが1個あるはず。で、ラインガの弾はもういっぱいいっぱいか。ですね、めちゃめちゃいっぱいある。ラインガン結構ガンガンに使っていっても良さそうですね。で、これがまずテルミット。爆弾の燃料の1つ。あたりで得体の知れない大きなものが動いてる。これはもう取れないでしょ。まあただね、この銃はリロードがね、すんごい遅いんで、そこがね、弱点なんですよね。はい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 。早いんだよ。あ、びっくりした。何、そったらもう片っぽこっちですね。ロードが入って、これね、ちゃんとの作られてるのが、なんて言うんだろう、ラインガのこのラインがですね、まあ、まっすぐなんですけど、近くに来るとこう広がるんですね。あの右端のラインガの線、ちょっとこう広角に広がるんですね。こういうとこもちゃんとこだわりを持って作ってくださってる。
あいつは一体。ラインラックはいっぱい。おい、早いんだよな。で、あっちですね。ここは空いてない。そこにベンチがあって、このシンボルが示す重い物体に対してキネシスを使いましょう。はい、これですね。 LT で B ですね。で、掴んでホイット。な、何？早くない？あ、いっぱいいる。ジャンプした。まだもう一匹生きてるはず。顔面がね、ぶっ飛んだのにどうやってこっちを近くしてるかは本当に謎なんですけど。で、上ですね。バッテリーをよいしょして、で、先にここをちょっと調べていきましょう。ノードが一つ。ゲロ、あ、びっくりした。ゲロのおっさんがいるなと思ったら、なかなかおめえもやるでねえか。で、そしたらパルスラウンド。これね、パルスライフルっていうサブマシンガンの弾かな。弾がお店で売られるようになるっていう、確かそんな感じのアイテムですね。これもね、うまいですよね。さっきどかしたこれを足場として今回は使っていく。こいつ早いんだよな。あ、そこになんかすごいチロ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 してるね。で、奥ですね、あっち。これをさらにこうやって、足場として使っていく。で、一応セーブしとこう。で、これを切っていく。で、順路はまっすぐ。ここあれか、宇宙空間ですね。エアタイマー、ここね、確かね、なんかそう浮いてるんだよね、アイテムが。ね、ちょっと待ってね、ノードが確か浮いてた気がするんだよね。残り54秒。そこ入ったら多分クリアなんで、クリアというか、まあエリアがね、酸素エリアに切り替わると思うんで、特にないかな。アイテム隠されてないですね、多分。As you know, the Ishimura is able to set his gravity locally. Your grav boost will kick in when you enter a zero G area. Ishimura は重力をまあ局地的にコントロールできるようになってると。
で、ここがその無重力エリアですね。これもすごいよね、このビジュアル。さあ、でですね、時間がだいたい30分なので、今回ですね、一旦ここで終わりにして、次回もこの重力制御エリア、ここをですね、無重力にして、あっち側へ突っ込んでいくっていうところからスタートしていこうと思います。よかったらコメント、高評価とチャンネル登録していってくださると嬉しいです。ではね、また次回、デッドスペースでお会いいたしましょう。今回はこの辺で。